トーリー党、トーリー党、トーリー党、トーリーパーティーは、かつて存在した、イギリスの政党、現在の保守党の前身にあたる。チャールズ二世の時代の1678年から1681年に、かけての多い継承問題でカトリックでった、チャールズ二世の弟ヨーク公ジェームズ、後のジェームズ二世の即位を認める立場を取った、人たちを指して、トーリーと言ったのが始まりである。 1660年に、新教と革命後の王政復興を受けて即位した、イングランド王チャールズ2世には、着手がおらず、次のイングランド王には、チャールズ2世の弟、ヨーク公ジェームズが目されていた。しかしジェームズはカトリックであり、プロテスタントのイングランド国教会を国教としている、イングランドでは、カトリックの王をいただくことに対して強い抵抗感があった。この後継問題は、 イングランド議会においても、ジェームズの即位を認めるグループと認めないグループの間で激しい論争となった。ここで反対派が賛成派を指してトーリーと呼んだのが、トーリーの初めまである。論争以前に、チャールズ2世紀の側近であった、ダンビー・ハク・トマス・オズボーンが、議会内部に、旧帝党と呼ばれる、与党勢力を築いたのが起源で、かつてチャールズ2世紀の側近で、 大井継承問題で後を転じた、シャフツベリ伯爵アントニーア・アシュリーイコール・クーパーが結成したグループが後のホイッグ党に転じた。トーリー党は王権神授説と国境会支持から王権を尊重。ホイッグ党は議会と被告協とへの関与を重要視していた。こうした背景から、トーリー党は王位継承に口を出すことに抵抗を感じ。 一方の本育党は議会による王権の制限を目論んでいた。ただ、この時点で両者ともまとまっていたグループとは言えず、複数の派閥で形成されていた。1678年に、ほら話から始まった集団ヒステリーのカトリック陰謀事件で無実のカトリック教徒が多数処刑され、カトリックに対する恐怖から、 ジェームズもフランスを類14世との関与を疑われ、シャフツベリ博ら野党の非難にさらされた。ダンビーハクも、フランスとの秘密交渉が発覚して窮地に立たされ、チャールズ2世は、弟と側近を守るため、翌1679年に議会を解散したが、野党の非難はやまず、ジェームズはイングランドから、出国。ダンビーハクは、ロンドン島へ投獄され、 シャフツベリハクラホイッグ党が総選挙に対象、新たに開かれた議会で与党となったホイッグ党が、王位序法案を提出した。この法律で、ジェームズの王位継承を阻止、合わせて、チャールズ2世の諸子である、モンマスコを、ジェームズ・スコットを着手に格上げさせて、次の王とするのが狙いであった。しかし、チャールズ2世は、法案を拒絶して、またもや議会を解散、以後も、 法案提出と解散が繰り返され、最終的に1681年の解散以降、チャールズ2世は議会を開かなかった。チャールズ2世は解散後に反撃に打って出た。ルイ14世から資金援助を受けたことと、自分の資金源である貿易の関税、物品税からの収入が増えたため議会から課税の同意を取り付ける必要がなくり、解会することなく政権運営ができた。 加えて、ホイック等の支持基盤が都市である点に目をつけ、都市の権利を認める特許上の剥奪と再交付で、通りー,ー党に展示させ、地方に準拠する治安判事も、通りー,ー派に交代させることにより通りー,ー党の勢力拡大に成功。シャフツベリ博は、ロンドン島へ投獄され、同年に、釈放、1682年の地方選挙で、通りー,ー党優勢となり、 ジェームズも帰国を許された。同年の武装法規未遂で、シャフツベリハクはオランダへ亡命、翌1683年に死去した。ライハウス陰謀事件で、ホイック等の他の指導者層も処刑され没落、モンマスも関与を疑われ、オランダへ亡命したため、チャールズ2世の政権は安泰となり1685年の死後に、ジェームズが王位を継承た。トーリーはアイルランドもの、 トーリーから来ており、その意味は、ならず者とか、盗賊という意味である。一方、即位を認める者たちは、即位を認めない者たちを指して、ホイックスコットラド語で、無本人、馬泥棒というあだ名をつけた。この呼び方もホイック党の始まりになった。なお、この時点で、ホイック、トーリーとも現在のような考慮を採択して、党として一致した政策のうつつを目指す政党。 パーティーではなく、あくまでも、ジェームズの即位問題にのみ特化されたグループである。トーリーが、ジェームズの即位を認めたのは、彼らが、王党派であったこと以上に、ジェームズにも着手がおらず、カトリックの彼が即位したとしても、それは、ジェームズの一大限りで終わるという態があったからである。当初、ジェームズ二世は、現状維持を約束したためトーリー党が過半数の、議会は安堵&、 モンマスの反乱もすぐさま鎮圧され平穏な知性となるはずだった。ところが、カトリックの王ジェームズ2世は反乱後も、常備軍を解散せず、カトリック保護政策を打ち出して1687年と、翌年の信仰自由宣言で被告教徒とカトリック教徒の保護を宣言、福信のカトリック教徒を養殖に取り立て、兄と同じく地方への選挙工作を行い、すでにイングランドでは、 時代遅れになりつつあった絶対音声的な態度を取り始めた。しかし、これにも、トーリー、ホイックともに、ジェームズ2世の一代限りと諦めるしかなかったので、ある。ところが1688年、ジェームズ2世の王姫アリーに、王子ジェームズが生まれると事態は一変し、ジェームズ2世の後もカトリックの王が即位する可能性が出てきてしまった。ここに、 ジェームズ二世の即位に応じたトーリーも反対派のホイックと協力して、ジェームズ二世をイングランドから追い出す格策を始める。オランダからジェームズ二世の娘メアリーと夫で、ジェームズ二世の老いでもある、オランダ総督ウィレム三世を招き寄せ、メアリー二世、ウィリアム三世として即位させ、ジェームズ二世とその家族は抵抗を諦めて、フランスに亡命させられた。これが名誉革命である。 1689年で議会が開かれると、ウィリアム三世とメアリー二世の王位が認められた。トーリー党は、ジェームズ二世に反対していたが、王位村長の立場からジェームズ二世の後の王位変更にためらっていた。結局妥協して、ウィリアム三世、メアリー二世を新国王として認めた。また、ウィリアム三世によって両派から、革命の功労者である政治家が、養殖に取り立てられ、 バランスを取った形となった。しかし、大同盟戦争を通じて、戦時体制を整える必要ができると、この期待に応えたのが、保育党の政治家たちであり、議会で保育党が逆転して多数派になった子もあり、トーリー党員は政権から排除されじゃん、党と呼ばれる保育党の幹部が取り立てられ、1694年に保育党政権が出来上がった。終戦後は、 トーリー党の巻き返しで、ホイック党政権は倒れ、1700年に新たにトーリー党政権が成立した。大同盟戦争を通して、戦争に対する方針も出来上がり、ホイック党は積極的に大陸政策を支持するようになり、トーリー党は反戦的で海上制覇を重視するようになっていった。1694年に、メアリー世が1702年に、 ウィリアム三世が死去、メアリー二世の妹アンが即位した。アンは熱心な国境とで、ホイック党を嫌っていたことから、治世中のほとんどは、トーリー島中心の政権だった。スペイン継承戦争勃発時に、大倉教として、政権の中心に立っていたシドニー・ゴドルフィンは、恩賢派で、アンとのつながりが深く、友人のマール・バラコジョン・チャーチルは、トーリー島を寄りながら大陸策を支持しており、 妻のサラ・ジェニングスが、アンの親友だったことから、政権は、政党よりアンとの個人関係によるところが大きく、党派色が薄い中道派であった。しかし、議会で、ホイック党が再び多数派となるとゴドルフィンは、政権運営と1707年の、スコットランド王国との合同及び、グレートブリテン王国誕生のためホイック党員を閣僚に迎えたが、これがアンとの関係悪化につながり、 戦争の長期化に伴い和平派のトーリー党が巻き返しただけでなく和平に傾いた案がトーリー党を信任するようになるとさらに孤立1710年にゴドルフィンは公鉄総選挙でトーリー党が対象して新政権が樹立したゴドルフィンに代わって1711年に就任したのはトーリー党の指導者であったロバート・ハーレーで 他に有力者のヘンリー・シンジョンが国務大臣となった。ハーレイはホイック島の攻撃及びフランスとの和平に動き、同年末にマールバラコーを司令官の座から追放、翌1712年に同盟国を見捨ててまで単独でフランスと急戦を約束、1713年にユトレヒト条約を締結、商業権の利権拡大を盛り込んだことで、 後の大英帝国成立につながった。ハーレイは、オックスフォードイコール、モーティマー博、シンジョンは、ボリングブルック施設に助任され、この時が、トーリー島の絶頂期だった。だが、トーリー島は早くも、内部分裂の兆しを見せていた。オックスフォードとボリングブルックは、主導権をめぐって争っていて、1711年の、ケベック遠征で、ボリングブルックは、提案。 推進派だったが、オックスフォードは反対していて、オックスフォードが病気になった隙に、ボリングブルックが結構したという事情があった。ユトレヒト条約についても互いに協力しながら、細部で対立していた。また、大井継承問題で、ンの後継者はまたいとこにあたるハノオファー選抵抗、ゲオルクルートビヒに決まっていたが、党内部には大陸へ亡命した、ジェームズ二世の同盟の息子、 ジェームズを支持するヤコバイトも含まれていた。オックスフォードは将来を考えて前者を選んでいたが、ボリングブルックは後者で内部分裂は避けられなくなっていった。おまけに、ゲオルクルートビヒはマール・バラコーと共に大陸で戦っていて、マール・バラコーの免職及び単独講話で、トーリー島に不信感を抱いていたため、トーリー島の優勢は望めなくなった。 そして1714年、アンが子供のないまま死去して、スチュアート朝は断絶、ドイツからゲオルクルートビヒが迎えられ、ジョージ一世として即位、ハノーバーさが成立した。この新国王ジョージ一世は、保育党支持を表明資格僚に、保育党員を起用。1715年の総選挙で、保育党は対象して、トーリー党に対する報復人事及び弾劾を決行。 晩年の案の信用を失い大倉卿を罷免された、オックスフォードをロンドン島へ投獄、ジャコバイトに走ったボリングブルックらに対し、試験剥奪を行い、判断鎮圧後はトーリー派の治安判事の交代や、議会解散を7年後に延ばす法律を可決させて、与党として優位を確立した。オックスフォードとボリングブルックは、その後釈放、帰国したが、二度と政界へ復帰できなかった。 くして、トーリー党は野党に転落、ホイック党は政権を盤石にしていった。ジョージ一世の下で、大倉教に任命されたロバート・ウォルポールの下で、議員内閣制が発達する。ウォルポールは、ホイックの所属であり、初期の近代的なイギリス議会は、ホイック優勢で進められた。また、トーリーが政党としてのトーリー党と言えるような、体裁を整えたのも、この時期である。 トーリー党から初めて首相が選出されたのは1762年の第3代ビュート白ジョン・スチュアートの時でウォルポールが選出された40年以上後のことである。その後の政権交代はトーリー党、ホイック党のいずれかが20年から40年のロングスパンで政権を担当する形になり、現在のように定期的な政権交代と言えるようになるのはトーリー党が初代 ベントンコ・アーサー・ウェルズリー、ホイック党が第2代グレー白、チャールズ・グレーを排出した1830年代になってからである。しかし、トーリー党とホイック党という二大勢力が発達した、結果、イギリス議会においては二大政党制が発達したという評価は万人変わらないところであろう。トーリー党は、王子主想を政権の支持基盤とし、 大事主層の利権を保護する政策を取った。つまり、保守主義である。大事主層の利権を保障する政策として、当時穀物法があった。しかしこれは、保育党の支持基盤である、自由主義貿易を進行するブルジョワジーの反対運動によって廃止されてしまった。次の首相は、トーリー党のロバート・ピールで、これは、政権野党にあっても政権に、 大きな影響力を与えうるという恒例になった。トーリーは現在では、保守主義、コンサーバティズム、もしくは、保守主義者、コンサバティブという意味も持っている。もともとそのような意味は持っていなかったのだが、トーリー党が保守主義を取るためトーリーにも、保守主義という意味が付加されたのである。トーリー党とホイッグ党が、 定期的な政権交代を行えるようになった1830年代以降は、イギリス議会政治における政界再編期でもあった。都市における工場労働者が選挙権の拡大、秘密選挙、平等選挙の徹底、生活待遇の改善を求めてチャーティスト運動を展開したことは、議会政治の場にも大きな影響をもたらした。トーリー党、ホイック党はに政党としての組織変革を、 求められるようになった。1830年代、ロバート・ピールの下で、党は保守党に改められ、新しくスタートすることになった。ただし、現在でも、新聞の見出しなどでトーリーと呼ばれることはある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。